こんにちは。都営地下鉄の路線解説も本日で終了でございます。最後は都営地下鉄大江戸線、東京の地下鉄13路線で最後に大江戸線をやりまして本日で終了ということです。今までとは違うこの路線図の大きさというか路線の形というかね、これこそがもう大江戸線の最大の特徴なんじゃないでしょうか。6の字型の大江戸線です。光が丘から練馬、東中野など通りまして、都庁前、新宿、六本木、大門、清澄白河、両国、飯田橋など通ってまた都庁前に戻ってくるというこの6の字のルートを通っております。大江戸線といえばね、そういえばこの名前ね、大江戸線っていう名前になってますけど、名前の話もまあちょっと面白いのがあって、もともとね東京環状線っていう名前で決まりかけてたんですよ。愛称が夢もぐら、そういう名前で決まりかけてたんですが、当時の石原都知事がですね、大江戸線環状じゃないだろっていう話をしまして、まあそりゃそうですよね。ダイヤはね、光が丘からこうやって都庁前で折り返して光が丘に行くっていうだけなので、ここだけを環状してる列車っていうのは存在しないんですよ。なのにね、それで東京環状線って言ったらそれ違うでしょって言って、で大江戸線になったっていうちょっと面白い話があります。まあ確かにね、これで環状線っていうのは嘘ですよね。環状してないので、そういう面白い話もありましたね。あとね、ナンバリングにも1個面白い話があって、駅のナンバリング、大江戸線はねアルファベット E なんですよ。大江戸の絵を取ったんですよ。 O じゃなかったんですよ。アルファベットの O と数字の0、形一緒だからそれでちょっと混乱するんじゃないっていうことで大江戸の絵が取られて E になったっていう、これもまた面白い話でありますね。鉄輪式リニアモーター方式で運転してます。ちょっと特殊なね方式なんですけれども、まあ線路見てもらえばね、ちょっと他の路線とは違うことはもう一目瞭然で皆さんわかると思いますが、鉄輪式リニアモーター方式で運転をしております。はい、そういう路線。大江戸線はそうですね、全線地下を走っております。車両基地も地下、路線の長さだったり駅の数の多さっていうのは日本の地下鉄で一番トップ、最長の路線ですし、駅数も一番多いです。あとまあ特徴的なところで言うと、まあ深い、とにかく深いと、どこの駅でも地上からエスカレーターを何本も通っていかないといけない、まあ割と比較的新しい地下鉄ですからまあ仕方ないんですが、六本木駅は 40m 以上地下にありますから、地下鉄の駅では国内で一番深いところにある、六本木が深いところでまあ有名です。それからまあ駅で注目したいところで言うと新宿ですかね。新宿はね、新宿駅と新宿西口駅があるんですよ。新宿西口っていう名前の駅があるんですよ。これ面白いところで、丸の内線の新宿駅降りますと、今の放送どうだったか忘れたけど、旧放送では新宿です、 JR 線、小田急線、京王線、新宿西口駅接続、都営大江戸線はお乗り換えですって言うんですよ。丸の内線の新宿駅はですね、大江戸線の新宿西口駅の方が近いんですよ、この新宿駅より。なので、ね、この新宿ってもうね駅が巨大になりすぎたんでね、大江戸線に関してはもう新宿に2つも駅があるというちょっと面白い状態になっております。あとまあ清澄白河は車両基地がありますから、車庫に入るための線路もあります。それから都庁前はまあ乗り換えができるようになってるんですが、基本的に光が丘から都庁前、六本木、大門、清澄白河、両国、飯田橋を通って都庁前止まりっていう行き方、運行系統しかないです。飯田橋側から来て都庁前から光が丘に行く、こういうルートはないので、この6の字での運転で折り返すだけだから、ダイヤ上はまあ一直線の路線と一緒ですよ。そうじゃないとね、こっちの都庁前の方で編成逆転しちゃって、まあいろいろ面倒くさいですから、そんなことはしないということです。牛込柳町から落合南長崎に行きたいってなったら都庁前で乗り換えるっていうことになるんですけど、まあここの接続も割と考慮されてて、スムーズに乗り換えができるようになっておりますという路線です。大江戸線はそんな感じ。環状部と放射部っていう呼び方がありますよね。この都庁前からのこの一周の部分が環状部で、都庁前から光が丘方面がまあ放射部ということになっております。車両の話しましょうか。車両の話、大江戸線はトンネルを小型にしたんですよ、建設費を抑えるために。だから車両が小さいんですよ。皆さんも大江戸線乗ったことある方なら誰でも分かると思うんですけど、圧倒的に小さい。もう他の路線とはもう比べたらもう分かると思うんですけど、本当に小さくて結構圧迫感もすごいんですけど、新宿線と同じで間にハイフンが入ってるんですけど、12000系が運転をしております。12000系とあと12600系っていうまあ区分けもありますけれども、それの8両編成が運転点をしているということです。結構小型で作られているんですが、広告、中吊り広告にね大江戸線は注目してほしいんですよ。普通の路線で中吊り広告っつったらこうやって まっすぐ降りてるじゃないですか。紙がこれ紙を横から見た図なんですけど、こうやって押してるじゃないですか。大江戸線は背低いのでね、この中吊りをね頭に当たらないようにね圧縮してるって、こうやって Y の字になってるんですよ、横から見ると。これが結構大江戸線のまあ注目ポイントというか、まあ、個人的な小さいなりに頑張ってるんだなポイントなんですけど、これがね面白くて、でここになんかプラスチックの留め板が入ってたかな。これでこうやって紙を押さえて Y の字になってるっていう、ここもまあ大江戸線のちょっと面白いところです。ぜひ乗ったら見てほしいなと思います。清澄白河に車庫があります。芝車両研修場という名前だったかな。清澄白河に車庫があって大江戸線の検査はそこでやってるんですが、大規模検査、重要部検査と全般検査だったと思いますがは、大江戸線の車両はね、馬込でやってるんですよ、検査を。馬込って浅草線の馬込でやってる。大江戸線と別に浅草線直通してないし、どうやってやるんだっていう話なんですけれども、大江戸線期間 1435mm です。浅草線も 1435mm で一緒なんですよ。で実はね大江戸線とね線路つながってて、この汐留のところからねちょっと分岐して、浅草線でいう新橋と大門の間でね線路がね実はね合流っていうかね連絡線があって、そこで大江戸線の車両は汐留から浅草線のその新橋とか大門の間のところで入ってって馬込の車両基地に連れてって馬込で検査してるんですよっていう話があって、でこれもう一個面白いところがあってですね、電気機関車があるんですよ、大江戸線というか東京都交通局には。地下鉄で電気機関車ってね他探してもないと思うんですけど、大江戸線ってさっき申し上げました通り鉄輪式リニアモーター方式なんで、浅草線って普通にね河川にパンタグラフで普通の方式で浅草線やってますから、大江戸線の車両は浅草線の線路じゃ走れないんですよ。でそれどうやってやるかって言ったら、電気機関車でね大江戸線の車両を引っ張ってって馬込まで連れてくんですよ。でその電気機関車がまあ東京都交通局は持ってるんですけど、僕はねもちろん生では見たことないのでね、いつか見たいなと思ってるんですけど、そういう非常に珍しいやり方で、まあ、電気機関車で大江戸線の車両を引っ張っていくっていうことをやっておりますんで、まあ、そういうのもまあ見てみたいなとか思っております。はい、ではダイヤの話をしましょうか。清澄白河に車庫がありますから、清澄白河行きっていうのはこれ結構たくさん走ってます。ラッシュ時は特に。ラッシュ時は清澄白河止まりっていう電車がねたくさん走っております。それからまあ珍しい行き先でいうと新御徒町行きと汐留行きありますね。これもまあ他と同じように終電ですので、まあ塗るのは結構大変なんですが見てみたいなとは思いますけれども、あとはまあ光が丘行き、都庁前行きですね。日中はだから光が丘行きと都庁前行きしかないですね。直通もないし、見やすい珍しい行き先でいうと清澄白河行きかなという感じですけれども、大江戸線そんな感じでございました。ちっちゃい可愛い車両が今日も元気に走ってますから、皆さんもぜひ乗っていただけたらなと。以上で東京都交通局の地下鉄4路線の開設も終わりまして、メトロと合わせて13路線の開設が終了いたしました。ご覧いただきありがとうございました。次何やろうかなってちょっと悩んでるので、なんかこの路線解説してくれみたいなのがあったら、解説というか僕が好き勝手喋るだけですけど、なんかありましたらコメント欄に何線やってくれっていうのを送ってください。よろしくお願いします。ありがとうございました。